はい、今日の一品です。まずはだし昆布を水の中に 2,3 分つけておいて千切りにしていきます。そしてこれに砂糖大さじ1と酢を大さじ2ですね、これを混ぜて今度はいりこを炒めていきます。炒めるときにパチパチ言い出したら酒を少量入れて生臭みを取ってから熱いうちに先ほどの酢の物の中に和えていきます。これで和えてしばらく置けば完成です。シャキシャキ入り昆布、お弁当にどうぞ。